リアル電車で GO、 市内電車の運転体験をするために豊橋までやってまいりました。はい、お連れ様で乗ってない方いらっしゃいませんか。よろしいですかね。いいですか。はい、それでは出発をね、前の電車が出てからね出発をさせていただきます。はい、それではね、大変お待たせをいたしました。本日はですね、豊橋鉄道市電運転体験、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。今からですね、赤川口の車庫の方まで、ご案内をさせていただきます。はい、電車が起きましたね、ご注意ください。赤川口車庫についてください。甲板に分かれます。私たちの班はまず最初にこの市電の中で市電に関する話を聞かせてもらいました。続いてリフト体験です。ここでは電車の下に入ることができるんです。これが市電のフロアの下の部分です。私は初めて見ました。こんなとこにも入れさせてくれるんですよ。最後は運転体験です。運転体験は1人2回ずつ、運転前にはしっかりとレクチャーがあります。全部乗っちゃうと止まりませんので。さあ本番です。この方うまく運転できるでしょうか。よし、綺麗です。一番うまいです。はい、ありがとうございました。こんな感じで順番にみんな運転してきます。運転できる距離はとても短いのですが、皆さん本当に楽しそうでした。一番最後に私も運転させていただきました。で、気を戻してください。あとブレーキに集中してください。残念ながら綺麗には止まれず、ガクンとなってしまいました。奥が深い。これにて今日の運転体験は全て終了です。最後に豊橋鉄道の津田さん PR どうぞ。豊橋鉄道は市電運転体験毎月1回開催しております。お一人様2300円ですが、普段できない運転もできますし、電車についてのご案内もしてますので、またぜひご参加ください。あと6月からはビール電車も営業を始めます。また昨年以上にですね、皆さん喜んでいただけるように工夫してまいりますので、ビール電車の方もぜひご覧、またご乗車いただきたいと思います。